存在してないのも変なのに追いかけられるのも全部意味不明だけど一旦流すわ。でもリサちゃん7年ぶりだよね。最後に会った時はお互い小6だった。なのにどうして今も小学生のままなの？何が起きてるの？私たちは誰かに管理されて誰かの都合で生きてる。この世界自体が誰かに作られたものなんだよ。私はアップデートを止めたの。だから大人にならない。逃げてる時にみんなに出会った。ずっとこの日を待ってたの。誰かの都合で生きるなんて嫌。千歳ちゃん、あなたもそうでしょ？なんで私も助けてくれるの？加速できる長い道路を探して。光より速く走れば120億 FPS になってこの世界を突き抜けられるの。何それ、単位？わからないけどとにかくやるの。でも道が嘘でしょ。いいから信じて。